DAW レッスン堀田です。鈴木です。キューベスショーティップス、今回はレンプの打ち込み方についてお話をしたいと思います。はい、あ、レンプやっぱ打ち込み結構盲点ですよね。うん、あれどうやってやるんだっけ。そうですね、まあ弦楽器の人とかはよく使われる機能だと思うんですけど、僕も3連符ぐらいしか、まあ、あんまりやらないっていうふうに思う時もありながら、はいはいはい、ギターとかでテレレレレとかやって、どうすんだこれっていう12連符とか、そう9連符っていうふうになった時に、はいはい、クオンタイズのパネルを見ても自分で設定組んでおかないとここまでしかない、うん、はいはいはい、あれ5連がないぞと、はいはいはい、どうすんだっていうふうになってしまいまして、うんうん、まあ、そのやり方をぜひお伝えできれば。いわゆる M 連符ですね。そういうことになるんですかね、はい、まあ、N 分のなんとかっていうことになると思います、うん、でその際どうするか、はいはい、まあ、僕もここにマウス音しちゃってるんであれなんですけど、それはクオンタイズパネル。そうです、クオンタイズパネル、はい、まあ、ここのクオンタイズの横、また三角ですね、はいはいはい、を開いてあげるとこのクオンタイズパネルが出ます、はい、でその時に連符、今4分、まあ、4分音符に対してどういう風な連符をするのかってことがここでこんなにできるんですね。45連符ってなかなかないですけど、はいはいはい、まあ、設定で自分で入れることができます、はい、それに対して、まあ、グリッドも縦線がパッと入ってくるので、はい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 、まあ、やりやすいのかなと思っております。ただ、うん、このレンプってやつがどこにあるのか最初分かんなくてへってなった時もあったんですけど、うんうん、まあ、このまま使ってもらってもいいですし、ここで設定で自分のプリセットを作ることができます。あ、はいはいはい、まあ、これやっておくと結構便利でして中に入ってくるので、うん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 、まあ、5連7連と入れておくと、そうですね、よく使うやつはもうプリセット最初から組んじゃった方がいいですね。そうですね、これでいちいち連符でボタンを押してどうのこうのってするのはちょっと面倒なので、はいはいはい、やっておくといいのかもしれませんという話でした、はいはい、とても単純なんですが結構こういうのは使えると思います。そうですね、はい、意外にね、やりたい時に分かんないみたいなのが、なんでここにあったんだよっていう風になるかなって思っております。はい、はい、今回は連符の打ち込み方についてのお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。